はい、ゆきです。今日食べていくのはこちら、じゃん。SKE48 の、シビカラ、鶏、バイ、タン。違う、鶏、パイ、タン。これが、100円で、売ってましたんで、購入しました。こちらは明星の会社ですね。明星一辺ちゃんの会社。SKE48 の、ラーメン部。SKE48 の中でもラーメン好き、ラーメン好きのメンバーのみで、構成。ラーメンへの、強い熱意がないと入部できないことでも、知られる。今回のカップ麺はメンバーのラーメンと名古屋への愛を表現した今しか食べられないラーメンであるだそうです。 SKE48 はもう全然わかんないですね。そもそも SKE48 って、SKE って何なのかもわかんない。いただきます。AKB は秋葉でしょ？で、NGT が新潟でしょ？ SKE ってなんだ？シビカラ鶏パイタン、進化系名古屋ラーメン。全然辛くないですね。あれだな。ビカラですね。ただ名古屋が出身なんでしょ。じゃあ NGY とかにすればいいの。名古屋でNGY にすればいい。SKE ってなんだ？アイドルに興味なさすぎて、何なんのかわかんない。SKE48。全く興味ないからな。乃木坂48とかもあんじゃん。何が乃木坂なのかもわかんない。そもそも乃木坂って何って、乃木坂ってそれ何なのっていう話じゃん。まあ、知ってもあれ、多分、どうでもいいでしょ。ウィキペディア。SKE は、ローマ字表記のサカエの、サカエの S カエで、サカエらしい。サカエって何？
指名か？あ、活動の拠点である名古屋市の、名古屋市中区の栄っていう場所があるらしい。それの栄への、あの、略語らしいですね。まあ、これはあんまり、そんなに、あの、辛くはないんだけど、まあ、うまいかどうかって言うと、そんなに美味しくないな。そんなに美味しくない。で、これが名古屋ラーメンなのかもよくわかんないけど。だいたい名古屋ラーメンってなんだろうね。名古屋ラーメンって何なんだろう。名古屋ラーメン。ググってみましょう。あ、名古屋俺一回行ったことあるわ。ひつまぶし食べたことあるもん。名古屋行って。ひつまぶしはあれですね。小骨の多い、あの、うなぎのかば焼き。あれだったら普通にうなぎのかば焼き食った方がいいっていうレベル。美味しくない。あの、小骨が大量にあるんですよ。あ、味噌カツもあんのか。味噌カツ。新潟にも味噌カツ的なのなかったっけ？味噌じゃねえかな。タレカツかな？味噌煮込みうどんに味噌カツ、ひつまぶしに手羽先、豪華なモーニング、ご当地ラーメン、激辛の台湾ラーメンに台湾混ぜそば、根菜から煮出したスープが独特の高麗系ラーメンに、名古屋のソウルフードとして言われるスガキ屋にふんわり卵とじラーメン。いっぱいあるな。じゃああれか。ま、だから結局、名古屋が、あ、名古屋が発祥の台湾ラーメンだって。なんで名古屋発祥なのに台湾って名前ついてんだこれ。そう、台湾からパクっただけじゃないよ。知らん。あ、名古屋にあるラーメン店、中華料理店の半分以上のお店で提供されているのが台湾ラーメンだって。これ食ったことないな。台湾ラーメン何がどんな感じなんだ。台湾ラーメン。あ、台湾ラーメンは実は、本国台湾には存在しないメイドイン名古屋の一品なんですだって。
創業1960年の、アジー戦で、台湾の担通麺を辛めにアレンジしたのが始まりでした。その後、80年代に激辛ブームに乗って一気にブレイクし、名古屋で知らない人はいない存在になりました。で、その味仙という店ですね。それが名古屋市内に10店舗。で、どの店舗でも一番人気はこの台湾ラーメン、過去600円。あ、安い。豚ひき肉、ニラ、長ネギ、もやしを唐辛子で炒めて、鶏ガラベースの、醤油スープを加えて、麺に、乗せたニンニクたっぷりの激辛ラーメンは、濃い味が好きな名古屋人も大満足です。俺もニラ大好きだから、ニラとニンニク大好きですからね。で、辛いのも大好きなんで、これうまそうだな。まさかと思うけど、これじゃないよね。これ全然激辛じゃないぞ。これニラか？これニラかな？あ、ニラ入ってますね。じゃあ一応これなんだね。いわゆる台湾ラーメンみたいな。ニラも入ってる。豚ひき肉、ニラ、長ネギ、もやし、唐辛子で炒めて。これ、なんかこれが一番似てるってことだよね。別にうまくねえな。多分東京でも食えるとこあると思うよ。結局。今度、探して行ってこようかな。台湾ラーメン。東京で多分あるでしょ。困ったらここ、東京で台湾ラーメンが楽しめる人気店20選。あ、ありますね。いっぱいあるわ。今度食ってこようかな。でもやっぱり名古屋では、この味仙っていう、その、発祥の、お店？味仙。あ、味仙あんじゃん！東京にもあるぞ、味仙。どこだこれ。これ何これ。元祖台湾ラーメン、なんとかかんとか味仙、東京神田店。千代田区にあるね。千代田区に2個もあるよ。これちょっと行ってみたいですね。あ、すごい人気だ。475件の口コミ。で、3.5 星。これ人気だぞ、これ。東京で一番、あれなんじゃない？人気なんじゃない？これ。違うか。だから、味仙結構ありますよ、東京にも。これは、ちょっとあれだな。一回、
行きたいっすね。名古屋ラーメン。台湾ラーメンね。まあ、たか、激辛って書いてあるから、少なくともこれよりは辛いでしょ。多分。うん。うんうん。あ、でも、スープを飲むと、結構辛い。と思った。うん。麺だけ食ってると全然辛くないですね。うん。うん。スープ飲むとね、結構ラー油がね、入ってるんで、まあ、割かし、辛い。ただ、スープまで飲む人ってほぼいないですからね。多分俺ぐらいだよ。カップラーメンのさ、スープさ、全部さ、残さず食うやつ、残さず飲むやつ、多分俺ぐらいだと思う。ちなみに台湾ラーメン630円。味仙っていう、そのお店のサイトですね。ニンニクと唐辛子を効かせた秘伝の醤油ベースのスープは、独特の辛さの中にも凝縮された旨味に溢れ、ボリュームたっぷりの麺に、台湾ミンチと、青ネギ、もやしがふんだんに入った、当店人気ナンバーワンメニュー。日本人好みの醤油味に秘められた、こだわりの辛さ、深みもありながらすっきりとした味わいは、一度食べたら忘れられない、思わずまたリピートしたくなる一品です。スープと具を、麺によく絡ませるようにしていただきます。でも東京で630円安いんじゃない？普通に。東京で630円はむちゃくちゃ安いんじゃないか。ちょっと待って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 。値段ちょっと調べましょう。あんまり食べログ使いたくないんだけどね。食べログってものすごいクソなんで、この食べログっていう、このサイトが。とりあえず俺一回ぼったくられたことがあって、そのぼったくられた店に、ぼったくられましたみたいな感じで書いて一つ星で投稿したら、あなたの投稿は、禁止されますみたいな感じで、投稿できないのよ。つまるところ、ぶっちゃけ3以下、じゃねえや、2、1は絶対投稿できないになってる。あれ、このクソサイトは。だから、3、4、5しか多分、おそらく受け付けないんですよ。このクソサイトはね。この、食べログとかいう、クズみたいな。だから、俺が、信用してるのは、Google マップの、評価。食べログはあれなんですよ。結局、メニューを見るように。メニューとかこれで見れるんですよ。食べログは。写真とかで。うん。だから、それ用ですね。まあいいや。あ、高い。台湾ラーメン800円です。ああ。やっぱり東京の方が高いか。800円か。台湾ラーメン800円みたいですね。
でもあれじゃない。台湾ラーメンプラス唐揚げと揚げ餃子プラスライスで、日替わりランチ？え？ランチセットみたいなのあるっぽい。ランチメニュー1000円です。昼の11時から17時まで、1000円税込み。税込み1000円で、台湾ラーメンプラス、唐揚げとか、なんとかかんとかとか、餃子とかさ。これ A セット、B セット、C セット、D セットが、ありますね。それ選べるっぽいです。これ、あれだな。行くならランチだな。ランチの時にこのセットで。行ってこよう。まあ、台湾ラーメン、台湾はあれですから。どっかのクソみたいな国と比べると、親日国ですからね。うん、多分外国の中で一番あれだよね。台湾の人が、一番多分日本を理解してくれてるよね。うん。ということで、これはまあ、激辛度数は、まあ30ぐらいかな。うん。まあ麺はもう1です。麺だけ食ったら1。で、スープ全部飲んだら30ぐらい。ご視聴ありがとうございました。